つなぐ県知事の中央道。上和宿消防、大和消防署の宮代です。大和町内の救急活動へ従事しています。救急搬送は1分1秒でも早く病院に到着することが命を助けることにつながります。九州中央道の開通により救急搬送の時間が短縮することを心待ちにしていました。一人でも多くの方の命が助かる、守られる、そんな健やかな暮らしのある未来を期待します。株式会社ランバーヤマト常務の児玉です。弊社は熊本県産ヒノキの高品質木材を全国へ出荷しています。木材は大型のトレーラーを使って運ぶ必要があるので、狭い道路やカーブで負荷多い道路では運搬が課題となります。大型車も通行しやすい九州中央道の開通を待ち望んでいました。今回の開通により、大和町で生産した木材を円滑に安全に輸送することができるようになります。国道よりも九州中央道を使った方が時間短縮になるので、生産性向上などが期待されます。大和町をはじめ九州中央道沿線地域の林業が今以上に盛んとなり、林業大国となる熊本県の未来図を実現したいです。熊本県トラック協会の副会長の上田です。トラックによる物流で熊本県の暮らしと経済を支えています。熊本県山間部の道路は道が狭く、カーブが多いのが特徴です。九州中央道の開通により時間の短縮が期待できます。これはドライバーの負担が減ってコストの削減となります。九州中央道を利用して物を円滑に運ぶことで豊かな暮らしと経済のライフラインの実現となります。道の駅通潤橋です。道の駅通潤橋はインターチェンジ、出入口交差点に移転オープンいたします。九州中央道の開通に合わせて、ぜひ道の駅通潤橋に立ち寄っていただき、大和町を楽しんでもらいたいんです。大和町は国宝に指定された通潤橋をはじめ、歴史的な観光資源や美味しい食べ物など魅力的な観光資源がたくさんあります。九州中央道を使うと大和町と熊本県内の観光地を周遊しやすくなりますので、ぜひお越しください。熊本県へ多くの方に来ていただき、感動してもらえる未来像を実現したいです。矢部高校生徒会です。私は宮崎県出身ですが、矢部高校へ通うために大和町で寮生活をしています。九州中央道が開通すると県外との移動が早く安全にできるようになるので、多くの人とのつながりが広がっていくことを期待しています。たくさんの人に大和町や熊本県の自然と街並みを楽しんでもらいたいです。九州中央道を利用し、熊本県の魅力が県外の多くの方に伝わり、実際に来て楽しんでもらえる熊本県の未来を期待しています。
熊本県知事の蒲島です。九州中央道大和中島西インター大和通順橋インターが2月11日に開通を迎えることを大変嬉しく思っています。さて、県民の皆様が思い描く未来像を受け取りました。これらの未来像の実現に向けて熊本県も最大限の取り組みを進めてまいります。それでは私自身が九州中央道に託す思いをお伝えします。 TSMC の進出を契機に熊本の経済、ひいては九州の経済の発展を図る上でビッグチャンスを迎えています。そのためには高規格道路ネットワークの早期整備が不可欠です。中でも九州中央道は大規模災害に対応できる命の道、九州全体の経済を支える経済の道、そして沿線市町村の地方創生の道としての役割が期待されます。皆さんと共に九州の明るい未来像を実現しましょう。